仙台の須田くんがまだね、顔の声を聞いてないので、一つお願いします。はい。はい。はい、OK です。はい。お久しぶりじゃないですね。まあまあ、うん、まあまあのお久しぶりだよね。うん。今日は熊谷さんと、はい。午前中、尺幅で回りまして。おー。ホーム尺幅ですね。おー。で、あと、先週からちょっと熊谷さんに尻を叩かれまして、おー。そうだよ。やらないとダメだよと。嘘です。ということで、週1で、やる、できる限りのことで、訪問尺幅をして、やらせていただいております。すげえ。もうこれしかありません。日比谷と日比谷。はい。いやー、すごいすごい。本当にね、頭下がりますよ。この状況下でよくね、はい、自らが立ち上がって、そうやって動かれるっていうのは、本当尊いですよ。頑張ります。よろしく。お願いします。はい。まあ、しかし、マスクすると余計見かけがもう、全然須田くんじゃねえみたいになっちゃったよね。あ、そうですね。メガネ、まあ、メガネもこうやって上上げちゃってっからね。あ、そうですね。いやー、こんなちょっとぶっ飛んだ人だったんだっていう。これも、新人のおかげかなと。知らねえ、そんなこと。そら知らねえよ。本来の自分がそろそろこう、怪我するんじゃないかなと。人に迷惑かけなきゃ別にね、どんな格好したって構わないと思うし、いいじゃないですか。ね、はい、うん。今の、なんか今に眉毛もなくなっちゃうんじゃねえか、みたいな。まさか、剃ってない、剃り込み入れてないよね、眉毛。あ、でも、やり始めましたね。マジでちょっと今日、この間失敗して、ちょっと鉛筆で描きましたけど。嘘だろ薄いですよね、ちょっとね。うん、まあちょっと、いわゆる、なんつうの、不良の人今更遅いんですけどね。随分デビューが遅いね、あれ。遅いですね。まあいいや、好きに、その辺は好きにやってくれ、本当に。もう好きにやらせていただいたい。それと、尺幅対象者っていうか、はい、訪問した相手が引かない程度にね、お願いしますよ。ありがとうございます。はい。ございます。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。そしたら、じゃあ、